ばんは、まるちゃんです。こんにちは。皆さん、お外にやってまいりました。もう花粉やばすぎて、本当にメンタルの会社まだやばいんだけど、今回なんですけど、バリーズの、バリーズカフェっていうね、やつが、なんと本当に名古屋に来てくれまして、3月15日から24日まで、この前、ラブワンでドリンクを飲んだら1個コースターもらえるよ、みたいなのあったと思うんですけど、今回は、1個ドリンク飲んだら、10人いる中の5分の1、チーム2つに分かれてて、5分の1で出ますよ、みたいな、やつをやってるので、今回はちょっと飲んでいこうかなと思っています。県外で暗くなる前にさっさと飲んで、お塩さっさと当てて帰りたいと思います。それでは早速やってくれしょう。ついてるやつはどっち喉筋やした。いやーママがね来てくれてる。今私が頼んだのがケビンシュートのわからん、マジでわからんのよね。なんかね、何味とか書いてないんだよ。紅茶。これがモーリー焼茶のやつ。一旦一口飲もうかな。いただきます。いただきます。え、寒い寒い寒い。なんで中入れさせてくれないの。ケチ。いや、あ炭酸。店員さんの態度クソ悪かったんだよね。私が言ったらあれなんだけどさ、マジヤバくって、なんかさ、だるくないっすかこれみたいな、めっちゃ言ってたんだよね。マジ腹立ったから、お前黙っとけよと思って。そうなの。言ってたよ。だるくないっすかマジでこれみたいな、意外と人気なのヤバいっすみたいな言ってきて、当たり前だろ、うちの人気だよ。何人気ってやめてほしいよ。てか客に聞こえるように言われる。そう、しかもこのね、この上にあるクリームあるじゃん、これもうないっすね、もういくつかに入れなくてみたいな。ダメだろ、作れよ。よっしゃ、出そう。ママがチーム A、 私がチーム B です。いくよ、いくよ、せーので、ドン。せーので、ドン。出た。キムちゃん一発で出た。ほんとだ。やばった。もう飲み物飲まなくて終了。ほんでな、私はこちらもあるんですよね。スタンドとキーホルダーも今回は売ってるので、頼む、マジで。あのおじさんともう会いたくない。私あの店員さん本当にこの世でいっちゃん嫌い。せーの、ドン。かわいい。私運命率高いんやな。あー、ドキ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 。いきまーす。せーの、さん、はい、ドン。シュートや。スタンド開けましょうか。いきます。4年お尻を来い。せーの、ドン。誰。いや、やばくない？全部海は出たんだけど。せーの、さ、はい、ドン。しょうちゃん、しょうちゃん。さっさと飲みます。あ、ちょ、ごちそうさまでした。あとキーホルダーだけ。もうドリンク飲まなくていいから、ドリンク時刻終了。何だったの。寒い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 。キーホルダー2個とスタンド2個買ってきました。もう絶対当たるから。いきます。せーの、3杯ドン。2で買ってくると思わなかった。私1か3で買ってくると思ってた。奇数ってこと。うん、あとね、2行った時は3回目です。お願い。せーの、3杯。ねえ、これ同じの開けてる。シュートなんだけど、え、同じの開けてんのかな。スタンドの方ね。スタンドの方はもう出てほしい。いくよ。ちょっと大丈夫、私なら出せる。だってケピちゃんの愛伝わってるはず。せーの、ケリュー、ケリュー、ケリュー。誰誰誰。ユーマ。伝わってないんです。あれ、え、いくよ、いきます。いっせ、いっせーの、さん、はい、せーの、ドン。誰。せーの、ちょっと、ちゅー。周りに追いついてる。え、マム、スタンドの B2 個とキーホルダーの B2 個に買ってきて。2個じゃん。じゃあ3にしよう。3じゃん、1とね。1。それで私が運が良かったら本当にあんた感謝してよ。真ん中ぐらいからください。で、真ん中から取って違ったらどうする。でも連続線でいいじゃん。確かに。まずキーホルダー頼むぞ。頼むぞ、キーホルダー。いっせーので、ねえ。誰。次お願い。お願い、スタンド。いくよ。あ、いい？いっせーので、ドン、ドン、ドン。いっせーので、ドン。あー、出た。ナイス。イエーイ、やっときた。キーホルダー最後、真剣に。私行ってたか、私が。キーホルダー、え、もう2の方がいいんかな。1やとさ、怖くない？でも1で合ってるんです。確かに、じゃあ1で行こう。だーれみ。ん？え？
ってのを1個私はゲットしましたよ。ラスイチ？え、もうないの？今日の分はないんじゃない？今日、え、価値？だからもう、あんなあってもなくても結びしかない。いくよ。ケビちゃん、でもね、さっき話してたの、ケビちゃんは多分尺の長さを考えてくれてわざと出てきてないんじゃないっていう話になったの。最後の1個です。いくよ、せーの、せーの。しょうちゃんか。しょうちゃんには罪はないよ。